皆さん、こんにちは、大樹です。す、ね。日ねえー、またスーパービジョンやってて、毎日やってんなって話なんだけど。今日ねあの、かなりもう、ベテランで、あの、プロの、えー、カウンセラーとしてね、大活躍されてる人が、まあ、見てもらいたいということで、見ててね。で、も、ま、う、あ、もちろん素晴らしいんだよ、プロだから。で、本当に本当に素晴らしいセッションだし、安定感があって、まあ、こう進んでいって、別になんか、 <laughs> なんか僕のやり方に変えていこうと思えば、まあもちろんね、ここでこうやるともっと僕のやり方だよがあるけど、まあ、そんなことね、あの、<laughs> 言ってもなって感じで、こう、いやいや、素晴らしい素晴らしいって、こう見てたわけなんですよ。で、あの、ただね、えっと、こう、中盤から終盤に差し掛かってね、で、すごくなんかクライアントがこう、自分と向き合いながらね、で、まあなんか、 まあ家族の人間関係みたいな話だったんですけど、で、まあその中でね、その、まあ、相手に向き合いつつ、自分に向き合う、ね、自分に向き合いつつ、相手に向き合う、素晴らしいことだけど、まあなんか自分の中でこうわーって気がついたことがあって、そしたらね、それによってね、まあその、まあ家族のね、その、まあ気になってたこの誰かのこと、ね、なんかまあますますこう、遠く感じたでもないけどね、何かちょっと、 違うんだなと思ったみたいなことを言ったわけよ。まあ、それはさ、なんか、カウンセリングの筋からしたらさ、あらあらみたいな、あの、これどうなっちゃうんだろうみたいに、まあ思ったのかもしれないけど、まあそこでさ、その、カウンセラーというかね、セラピストというあの人が、あの、あ,あそうか、そういうふうに思うあなたもいるんですね、みたいにさ、まあちょっとこの冷静に客観的に捉えて、あの、もらうようなね、働きかけっていうのを、まあしたわけなんだよね。まあほら、 あるじゃん。なんかさ、一時の気の迷いとかさ、でさ、なんか言っちゃうとかさ、思い込んじゃうとかで、まあもったいない時に、まあなんかそう思っちゃうね、自分もいるみたいに思って、少し離れてみる良さみたいなのもあるけど、で、私そこで止めたのね。で、いや、んでそういうのやめませんって言ったんだよ。なんか、えー、もしかしたらそれが正しいのかもしんないけど、でも、なんかクライアントが自分のね、その、えー 内側から出してきたものっていうのをさ、なんかしっかり受け取って聞きもせずにね、あなるほど、まあそういうことを思っちゃうこともあんのかもね、みたいな感じでさ、こう処理をしていくっていうのは、まあ少なくとも私はやりたくないし、で、なんかね、私にフィードバックもらいたいって言ってるんだったら、私はそれ嫌ですっていうフィードバックになりますと。<laughs> で、<laughs> どうしたらいいんですかって言われたから、とりあえず一回聞いてみようよ、っつったの、ああ、そっか、それ言ってみてどう であの聞いてみたりとかさ、ねで、その上であなたはどうしたいのって聞いてみようとであのき言ってみたわけ。で別に僕もさそれを聞いたからって言って素晴らしいことが起こると思ってたわけじゃなくて、そういうのがまあ、お作法というかさ、だと思ってたんだけど、まあ、聞いてもらったというかさ、その路線で進んだらその後とんでもないことが起きて、本当に素晴らしい。あのいやー 僕もいっぱいね、あの、コーチングカウンセリングの現場に自分もいるし、それを、まあいろんな形で見せてもらってるんですけど、いやいや、年に何回もこの素晴らしい瞬間に立ち、ね、会えるもんじゃないなと思うぐらい本当に素晴らしいことがその後起こってね。だから、いや、なんかクライアントから出てきたものが一見妙なものであってもね、 やっぱそこにしっかりついていくクライアントのことを信じてとか、クライアントの無意識が出してきたものを信じてくっついていくっていうのは、本当に本当にすごいことだな、と、ねえー、いうことを、えー、痛感しました。何の話だかわかんないでしょう。まあしょうがないよね。あの、公開許可が取れてないものはこの程度しか話せないっていう <laughs> 話で。まあでもいずれにしてもね、やっぱりなんかクライアントの考え方変えたいとかね、まあもちろんね、そうやって幸せになっててもらいたいからっていうのもあるけど、 やっぱりね、なんか、変えようとするな、知ろうとせよっていうね、言葉がありますけど、あの、もしくはね、えー、変容の逆説的理論とかやつもそうかもしれないけどね、あの、やっぱりしっかり受け入れてもらって、しっかり理解してもらった時に自然と変わっていく、自然と変わっていくっていうことなんですね。やっぱり人間の内側にはなんかよりよく生きていく、ね、あの、意志があって、で、やっぱりしっかり、 自分に向き合って深掘りしていったらそこにつながるんだろうなということをまあ体験した今日でした。それではまた、バイバイ。